私も自撮りを投稿したらフォロワーが1000人になりました。女子大生ってだけでフォローするキモ親父がいるからか。お前は今フォロワー何人なんだ？美味しいチョコについて発信してるんだけど、フォロワーは10人だね。それでフォロワーが増えるわけないだろう。今晩デスゲームで生き残れ、ミステリー案内人3世です。最近命をかけるデスゲームの作品って流行ってるよね。怖いけど誰が生き残るのか気になるから最後まで見ちゃうんだよね。デスゲームはスリル満点なので私も大好きです。今回はあの殺し屋のカカオさんがデスゲームに参加する話なんですよ。え？でも殺し屋だったらデスゲームでも簡単に生き残れそうだよね。確かに。でも一筋縄ではいかないのがデスゲームだからな。さて、カカオさんは無事にデスゲームで勝つことができるのでしょうか。早速見ていきましょう。君が今回の依頼人だね。顔を見せないとは、いい度胸をしてるじゃないか。諸事情により顔は見せられないんです。彼は殺し屋のカカオ・アルカラム。どうやらその日は仮面をかぶった怪しげな男性から仕事を引き受けているようです。ま、報酬は1兆円だし許すよ。それで誰を殺してほしいんだい？今回の依頼は殺しじゃないです。カカオさんにはデスゲームに参加してもらいます。デスゲーム？で、このガスはなんだい？カカオが依頼人から話を聞いているとき、その廃墟にガスが充満し始めました。この仮面には催眠ガスを防ぐ効果もあります。クソ、君は一体？ちゃんと1兆円は払いますよ、このデスゲームを生き残れたらね。そしてカカオはそのまま催眠ガスを吸ってしまい、意識を失ったのでした。ここは、カカオは大きなモニターがある部屋で目が覚めました。そしてその部屋には他にも3名の男女がいたのです。やっと目覚めたわね。あんたはどうやってここに来たの？仕事をすれば1兆円くれるって言われて仮面の男に眠らされたんだ。君は？私もモデルの仕事で報酬が1兆円って言われて騙されたわ。俺は医者だが大富豪の手術をすれば1兆円って言われて騙された。私は大学生です。日給1兆円のバイトって聞いて。どうやらそこに集められた人たちは全員1兆円を理由に騙されたようでした。ここからは出られないのかい？何度も試したけどダメ。外から鍵がかかっているわ。だからお前が目覚めるのをずっと待っていたんだ。何か事情を知っているかもと思ってな。僕は何も知らないよ。今からデスゲームを行います。負けた方は人身売買で売却する予定です。お前は出たね、仮面男。そんな時、部屋にあった大きなモニターに例の仮面男が映りました。デスゲームって何よ。私は1兆円をもらえるモデルの仕事をしに来たのよ。生き残ったら1兆円は差し上げますよ。ちなみにゲームに参加しない方は腕輪から毒薬が注入されます。この腕輪外れないです。どうやらカカオたちは寝ている間に毒薬が出る腕輪を取り付けられたようでした。私はあなたたちの裏の顔、裏の悪事をすべて把握しています。一体何の話だ。とぼけても無駄です。私はデスゲームの参加者を適当には選んでいません。私はただの大学生です。それでは早速第一のゲーム、デスインフルエンサーを始めましょう。デスインフルエンサー？第一ゲーム、デスインフルエンサー。ルールは簡単。そこに置いてあるスマホで SNS アカウントを作り、30分後に最もフォロワーが少なかった人が負けです。フォロワー数で対決するってことかい？ちなみに警察に連絡などすれば腕輪から毒薬を注入するのでご注意ください。このゲームは私の勝ちね。それでは第一ゲーム、デスインフルエンサー開始。こうしてカカオたちはスマホでそれぞれ SNS アカウントを作り、発信活動を始めました。さて、何を発信すればフォロワーが増えるのかな。俺は医者としての知識を発信したらフォロワーが増えてきたぜ。今100人だ。私はもうフォロワーが2000人を突破したわ。なんだって？私はモデルだからね。
もともとフォロワー1万人くらいいるから、すぐにフォローされるのよ。どうやらその女性は、ちょっとした有名人のため、このゲームで勝つ自信があるようでした。私も自撮りを投稿したら、フォロワーが1000人になりました。女子大生ってだけでフォローするキモ親父がいるからか。お前は今フォロワー何人なんだ？美味しいチョコの種類について発信してるんだけど、フォロワーは10人だね。それでフォロワーが増えるわけないだろう。そしてカカオは他の参加者と違い、フォロワーが全然増えていなかったのです。あんたみたいな陰キャ男なんて誰もフォローしないわ。結局は美人が最強。確かに君は美人だし、フォロワーもすごく増えているもんね。私のフォロワーはバカバカだからね。可愛いキャラを演じるだけでフォローしてくれるのよ。それがお前の本性か。怖いな。何か悪い？私はこうやって計算高く生きてきた。だからモデルの仕事もできてるのよ。確かにあなたは計算高い。ライバルのモデルたちは知り合いのヤクザに頼んで脅したりしていますもんね。どうしてそれを。どうやらその女性は手段を選ばずにライバルを蹴落として生きてきたようでした。言ったでしょう、私はあなたたちの裏の顔、裏の悪事をすべて把握していると。確かに邪魔なライバルのモデルは知り合いのヤクザに潰してもらった。そうするしか生き残れないからね。最低じゃねえか。うるさい。何にせよこのゲームで負けるのはその陰キャで決まり。確かにあいつはフォロワー10人のままだもんな。こうしてこのゲームはフォロワーを全く増やせてないカカオが負けると思われました。何を笑ってるの。自分のフォロワー数をよく見てみなよ。え？って何これ、どうして減ってるの。ですがなんとそのモデルの女性のフォロワー数は猛スピードで減り続けていたのです。君はさっき自分のファンをバカにしたり、自分がヤクザとつながりがあることを自白しただろ。その様子を僕はすべてライブ配信していたのさ。なんですって？そんなのずるいわ。別にルール違反はしていない。そうだろ？はい、問題はありません。ちなみに、残り時間1分です。まあいいわ。どれだけ炎上しても、あんたのフォロワー数より少なくなることは絶対ない。負けるのはあんたよ。こうして残り1分となり、いつまでもフォロワーが10人のカカオが負けてしまうという時でした。凍結した？君の SNS アカウントに違反報告が殺到したからだろうね。そんな。なんとその女性のアカウントが凍結してしまい、使えなくなってしまったのです。ゲーム終了。アカウントが凍結した方のフォロワー数は0人とみなします。ふざけんじゃないわよ。こんな赤髪陰キャよりも私の方が魅力あるでしょ。うるせえ性格ブスが。お前は容姿以前に内面の魅力がない。売却だ。げえ！穴が開いて落ちたぞ。彼女は見習いの美容整形外科医たちの実験台として使われる予定です。失敗をたくさんするのでひどい顔になるでしょうね。ふふふ。ひどい。僕は無事に自分が勝ててよかったよ。こうして第一ゲームデスインフルエンサーはモデルの女性が脱落して終了したのでした。第二ゲームデス爺さん。さあ次は第二ゲームデス爺さんです。あちらをご覧ください。あれはおじいさん。部屋の端の方を見てみると、いつの間にか一人のおじいさんが立っていました。彼はずっと路上で生活をしていた認知症のホームレスです。お金を渡して今回協力してもらうことになりました。認知症だったら自分が今何をしてるのかも分かってなさそうだな。一体どんなゲームなんでしょうか。そのおじいさんに優しくすればポイントが加算されます。30分後にポイントが少ない人が負けです。優しくする。それでは第2ゲームデスじいさんスタート。こうして始まった第2ゲームで先にポイントをゲットしたのは女子大生でした。あの大丈夫ですか。ここに連れてこられて怪我とかはないですか。おお、君は優しい目をしておるな。ありがとうございます。おじいさんに優しく話しかけたので女子大生に1ポイント付与です。え、
なんとおじいさんとおしゃべりをしただけで彼女はポイントをゲットしたのです。そんなことでポイント稼げるのかよ。ほらじいさん、俺とも喋れよ。で、う、どうしたんだい。くせえ。はにゃ。ポイントを稼ごうとおじいさんに近づいた医者の男性は驚きました。そのおじいさんはお風呂に入らず歯も磨いていないせいか、体臭と口臭が臭かったのです。そんな態度ではポイントは付与されませんよ。くそい。君は大げさだね。これくらいの匂いは普通だよ。嘘だろ。ほらおじいさん、僕とも仲良くしよう。ほうほう、嬉しいの。おじいさんに優しくしたので5ポイント付与です。そう言っておじいさんと握手をしたカカオもポイントをゲットすることに。はて、肩が凝ったの。私が揉んであげます。なら僕は足を揉んであげるよ。マッサージをしてあげたため2人にそれぞれ10ポイント。そんな汚いジジイをよく触れるな。臭くねえのかよ。匂いは全く気にならないようで、おじいさんと仲良くし始めたカカオと女子大生。俺は医者だからじいさんの体調が悪くないか見てやるよ。おお、あんたも優しいの。うっくせえ。ほら脈を測ってやる。あ、おならが出てしもうた。何しやがるクソジジ、臭すぎるだろ。ひどい。君は大げさだね。彼のおならはバラの香りがするじゃないか。こいつら狂ってやがる。おじいさんに失礼な態度を取ったためマイナス5ポイントですが、医者の男性はどうしてもおじいさんの匂いに耐えられないようでした。俺もっと近くに来なさい。はぁ、うえ、臭すぎるから向こう行け。医者で社会的地位の高い俺はホームレスのクソジジイとは一緒にいたくねえんだよ。本性が出ましたね。あなたは自分の実績を上げるため健康なご老人に必要のない手術ばかりをする最低な医者ですもんね。なんだって。くそ、知ってやがるのか。なんとその男性は医者としての地位を上げるため何人ものご老人の命を不必要な手術で犠牲にしてきたのです。残りの人生短い老人たちを俺の実績のために手術して何が悪い。どうせすぐ死ぬんだからいいだろうが。最低。そんな風にご老人を見下しているから彼の匂いもすごく気になるんだろうね。うるせえ。俺は何も間違ってない。俺は生き残るべき人間だ。残念ながらゲーム終了です。ふざけんな、俺は名医だぞ。必要のない手術でご老人たちの命を犠牲にしてきたクソ医者だろうが。お前は売却だ。うぅ、彼は今後の医療のため新薬の実験台として一生使われる予定です。彼のおかげで医療が発展することでしょう。そんな、彼にふさわしい末路だね。こうして第二ゲームデスじいさんは医者の男性が脱落して終了したのでした。最終ゲームデスクイズ。次は最終ゲームデスクイズです。自分に関するクイズをお互いに3問出し合って正解数の少ない人が脱落。答えは私が確認できるものにしてください。お互い同じ正解数だったらどうなるんですか。その時は引き分けで2人とも優勝です。なるほどね。なら協力しようじゃないか。そうですね。お互い確実に答えがわかるクイズを出し合って2人で勝ちましょう。それではそこにある紙を使って先にクイズを3問作ってください。こうして最終ゲームは始まり、2人はお互いが簡単にわかる自分に関するクイズを作成しました。それでは第1問を交互に出し合ってください。じゃあ僕から出すよ。第1問、僕の髪色は何色でしょう。赤色ですね。正解です。2人ともお互いがわかる簡単なクイズで勝ち残る作戦ですね。じゃあ次は私の番です。私の職業は何でしょうか。さっき女子大生って言っていたもんね。君の職業は大学生だ。不正解です。え？ですが協力して一緒に生き延びる約束のはずが、カカオはその女性のクイズを間違えてしまったのです。どういうことだい。君は女子大生って言っていたじゃないか。
ふふふ、嘘に決まってんでしょ。仮面男は私の本当の正体を知ってるみたいね。はい、あなたは女子大生ではなく、ただの殺人鬼ですね。なんだって？他の参加者に女子大生だと偽っていたのは、ゲームに勝つ作戦だと思って黙っていました。その通り。まさか最終ゲームで使えるとは思わなかった。1対0で私がリードよ。協力するって言っていたのに、裏切るとはね。さすが殺人鬼だ。デスゲームなんだから、どちらかが死ぬ方がスリルあって楽しいでしょ？さあ、次の問題を出しなさい。どうせ私がわかるクイズを作ってるんだろうけど。こうして追い詰められたカカオでしたが、カカオは予想外のクイズを出しました。第2問、僕の体重は何キロでしょう？ちょっとどういうこと？私がわからないクイズを作ってるじゃない。君が裏切る可能性を考えて難しい問題にしていたんだ。裏切らなかったら答えを教えていたのに、残念だよ。まあいいわ。答えは55キロ、それくらいでしょ？不正解です。くそ！仮面男が僕の体重を知っていることに驚きだよ。あなたたちが眠っている間に一通りの身体検査をさせてもらったんです。でも私が1問正解してリードしてることに変わりないわ。第2問、私の今の下着の色は何色でしょう？わかるわけないか。赤色だね。正解です。どうしてわかったの？さあね。そしてカカオは逆に1問正解して、その女性と1対1で正解数が並びました。きっと適当に色を言って当たったのね。まあいいわ。あなたの次の問題を出しなさい。最後の問題だ。僕の職業は何でしょう？また私がわからない問題を出してムカつくわね。でもさっきチョコについて SNS で発信していたから、答えはパティシエよ。不正解。彼は殺し屋です。殺し屋？裏社会の人間同士が勝ち残るとは奇遇だよね。さあ、これで僕が負けることはなくなった。くそ。まあいいわ。次の私の問題は絶対にわからないだろうし、正解数1対1で2人が勝利で終わりね。最初からそうしていたらよかったのに。さあ、君の最終問題は何だい？私の体には大きなほくろが一つある。それはどこにあるでしょうか？どうせわからないだろうし、正解数1対1で終わりよ。こうして最後の問題を出した女性でしたが、カカオは予想外の回答をしました。胸だ。君は胸に大きなほくろがある。正解です。嘘でしょ。なんとカカオは彼女の最後の問題も正解してしまったのです。どうして知ってるのよ。下着の色も知ってたし、あんたたちグルなんでしょ。いいえ、私たちはグルではありません。じゃあどうして？僕はこの部屋で最後に目覚めただろう。あれは嘘なんだ。どういうこと？実は僕はこの部屋で一番最初に目覚めた。それで眠っている君たち3人の服を脱がせたりして、武器などを隠し持っていないか確認していたんだよ。どうやらカカオはその時に女性の下着の色やほくろの位置を偶然にも知ってしまったようでした。そして僕はまた寝たふりをして君たちの様子を見ながら最後に目覚めたんだ。この変態野郎が！抜け目がないだけさ。僕は殺し屋だからね。くそ。ゲーム終了です。正解数2対1で殺人鬼の女性が負けとなります。クソ陰キャ野郎が、ふざけんじゃねえ。口が悪いね。僕を裏切って怒らせた結果がこれだよ。殺人鬼のお前は売却だ。苦しみを味わえ。ギャー！こうして最終ゲームデスクイズは殺人鬼の女性が脱落し、カカオが優勝することに。彼女はダークウェブ上に出品してサイコパスで怪しい資産家たちに買われる予定です。きっと生きるよりも辛い地獄を味わうでしょう。それはいいね。さあ、これで僕が優勝したし、1兆円をもらおうか。なんだ。腕輪から薬を注射させてもらいました。なんだと。そして優勝したカカオは1兆円を受け取らないまま意識を失ってしまったのでした。
カカオさんが無事にデスゲームを生き残れてよかったですね。本当だね。まさか女子大生だと言っていた女の子が実は殺人鬼だったなんて驚いたよ。きっとみんな悪い人だからデスゲームに連れてこられたんだろうね。そういうことです。カカオさんも殺し屋ですからね。けどカカオは生き残ったのに薬を注射されていたよ。確かに。あの後カカオはどうなったの？それはこの後のおまけでわかるので、気になる方はこの動画を最後までチェックしてくださいね。了解。今日の動画が面白かった人はぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。高評価もよろしくね。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイチー。ここは依頼を受けていた廃墟。どういうことだい。何者かから口座に1兆円が振り込まれている。一体どんな組織の仕業だったのか、これは絶対に突き止めないとね。カカオさんは無事に1兆円を手に入れたようですね。それより結局デスゲームの主催者は誰だったの？あの仮面の男の正体が気になるよ。きっと殺し屋のカカオさんですらわからない謎の組織の仕業ですね。今後を楽しみにしていきましょう。